始まってる？始まってます。はい、始まりました。見てください、リトルグリーブ。はい、前乗りしました僕ら。で、何のために来たかっていうのはまあいろいろあるんですけど、まあなんか紹介できたらなと思います。これね、このフライヤーイベント、リトルグリーブ、かっこいい。はい、や、じゃあ中入っていきましょう。はい、見てください、アウトドアグッズとかもあるんで、薪とかもあるんです。見てください。見とるっすか、これ僕たちの置いていただかせてます。置いていただいてます。置かせていただいてます。エニーモーターサイクルの T シャツとか、この前のビンティーとか、あとはこういう、はい、コーチジャケット。そうですね、ずっと置いてますか？ずっと置いてある。あのね、いつからかな、3ヶ月前とかかな。すげえ、うん、で、まあその社長さん、ボスさんに頼んでやってもらったんですよ、 T シャツとかいろいろデザインとかもね、こういうので、その関連で、まあ、置かせていただいてるっていう感じです。じゃあ、さっきやばいのあったよね。やばい、めっちゃテンション上がる。これこれやばい、これこれさ、これやばいね。これめっちゃ欲しいわ。これ、うん、これね、意外とこれかな。やっぱなんか上に飾っとってもなんか結構迫力ありそうな。いや、こっちにもある。はいはい、落ち着いてください落ち着いてくださいこちらね、なんかよりヴィンテージ感のね、うん、これだけさっきと一緒のやつ、多分ね、色違いになるのかな。かっこいいよね、なんかこっちの、僕はこっちがやっぱ実際好きっすね、すごい。いっぱいある、いっぱいあるよ。こんなとこね、アウトドアのキャンプとか。はい、こっち来て。なんたって釣り、あ、スズリ、ジャッカルさん、イージーラボ。なんかね、こっちはさっきちょろっと聞いた話では、初心者の方が入りやすいような釣りにね、そういったものがこっちには置いてあるらしいです。ここって、はい、釣り屋さんなんですか？まあ、アウトドアじゃないかな。アウトドア、ニューカレントワークスっていう釣りのブランドがあって、うん、でその中で、まあ、久田さん、そのボスがやられてる。でそこでこういったね、なんていうのかな、こういう、まあ、アウトドアグッズを、ブラックバス 73.5 世界記録、世界記録の琵琶湖釣ったんですか？僕の最高が54。ああ、するんですか、バス釣りとか。ちょっと20歳から25、6ぐらいまで。へえ、なんかね、こうやって持っとくのがかっこいいみたいな、いっぱい持ち歩くんよ、こうやって。俺触れんわ釣り竿よ。あ、釣り竿うん、バス釣りってバス1匹に対してめっちゃあるんよ、種類が。どうですか、仕掛けが。はいはいはい、種類は1種類ないよ、こいつ、はい、のためにいろんなものがあるんよ、こいつを釣るためにありとあらゆる手段を使って、ね、そうそうそう、騙すってこと。そう、それがね、おもろいんよ、いろいろ。バスでもやっぱ人間と一緒でやっぱ個性があるけん、はい、このワームじゃこんけどこれで来るみたいな、そんなんもあるって。結構楽しいです。ちょっと今はできてないですけど、はい、って感じで、まあいっぱい、すごい、ヘルメットもある。キャンプ、お、すげえ、これカレーのやつやん。めっちゃ欲しいわ、カレーのやつやん、絶対はい、ちょっとテンション上がりました。ガチの方、クロート寄りのものが結構置かれてるらしい。え、ここのコンテナは、うん、もう釣りのガチの人の、ガチ
ガチらしい。これはちょっとやばいね、なんか、うん、なんかちょっと見えるけど。見える、ね、やばい。説明をしていただきます。お願いします。釣り体験ができるということで、はい、お願いします。ここのプールでは、まあ、鯉と金魚釣り体験していただけることになってまして、まあ、基本的にはキャッチ&リリースにはなるんですけども、まあ、お子様とかで道の駅にフラッとやった際に、まあ、こちらで楽しんでいってもらえればなと思っています。気軽に釣り体験ができます。すごいですね。めっちゃおるっすね。めっちゃおる。大きいのからちっちゃいの。なんか最初めっちゃちっちゃかったらしいよ。あ、こう育ってる。いや、大きくなっていったらしい。でも1年ぐらいここのプールにいるので、でも大体だいぶ大きくなります。こんなんやったらしい最初。それさ、メダカやん。めちゃくちゃでかいやん、俺。これ、主や。主やばい。あいつでかいね。めっちゃでかい。まあ、釣り方っていうのは昔の浮きになる釣りなので、まあ、餌をつけてもらって魚が引っ張った時にこの浮きが沈むっていうような仕掛けになってるので、まあ、本当に難しくなく見た目通りに沈めば魚が来たら釣り上げてもらうっていうような形になります。まあ、簡単に餌の針先につけてもらうだけで、まあ、こちらで準備できるので、こちらで是非体験していただいて。これ返しとかってあるんですか？これはね、返しがない。ああ、なるほど。わかりました。返しがないから安全ですね。はい。おー、来た。おい。なんか喋ってや。真剣やん。なんか喋ってや。釣りしとる時に喋るやつなんかおらんけん。いや、おるやん。あ、今つついた。なんかね、これなんかコツとかあるんすか？いや、わかんない。なんかね、餌釣りやけん久々の体験って感じ。俺も幼稚園の時以来。バスしよったんすよね。バスは餌じゃないもん。自分でこう、バスって餌じゃないルアーで動かしたりするけん。あ、そういうこと？疑似餌。全然違うの？全然違う。この浮きとかがないけん、なんかこう、ちょんちょんしたくなってしまう。あー、そういうこと。うこれも置いとかないといけない。これ置いとく。どっちかっていうとサビキとか、なんかそっちに近い感じ。あー、そういうこと。海のやばい。こ、鯉がおらんくなった。おらんくなった。あ、むずい。これ合わせた方がいいですか？そうですね、合わせてもらう方がいいですね。で、結構ね、パターンとしてその浮きがちょんちょんと動くときだけが多くて、はい、ズボって沈むことがあんまないんですよ。あ、そうなんですか。ちょんちょんの後に結構こう横滑りしたりするんで、はいはいはい、その時とかにね、合わせてもらったりすると、はいはい、ね、暑いじゃん。だけど日向よりもこのシェードっていうところが涼しいけど、ここに隠れるんよ。シェードね。はい、影にね。はい、バス釣りです。めっちゃむずいよ。 おーいよっしゃっしゃ。ほら見て見て見て、すげえ。ほらほらほら、なんか結構嬉しい。すげえ。これ掴んでも大丈夫なんですか、口元とか？そうですね、基本的にはね、針外しで外してもらう形にはなるんですけど。ああ、そういうことですね。はい、触らん方がいいかもしれない。そうですね。一旦容器で食べましょう。結構飲み込んでますよ。これね、下手な人がやると飲み込んじゃうんすよ。奥まで行ってかけて餌を。そうで、結構奥まで行くけん、結構押せないかんくて。で、俺今その状況。じゃあ下手ってこと。はい。おお、元気いいっすね。元気いいわ。でも全然ちっちゃいかなと思ったけど、結構でかいんすね。結構低い。え、これあんな大きいの釣れるんすか？今日もね、やられたやつなの、ちっちゃいやつ。マジっすか、はい、俺も主釣りて。いや、主釣ってください、せっかくなんで。マジで釣りてよ。でもマジでみんな消えたんよ、ほんまに。みんな警戒しとる、うん、なんか分かっとんかっていうぐらい。じゃあマジこれ一番でかいやつですよ、あの白色の、うん、ラスト1個は。じゃあこ
なんか手応えあるんですか。いやもう分かる。おい、おっと焦ったね。あ、焦った、すいません。いやこれないの、これドキッとするんよ来た瞬間マジでマジでこれがたまらんのよ。おいおおえ、さっきと一緒なの。え、一緒。カットカット。いや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 、でもまあちょっと僕は大きいの釣れなかったんですけど、ぜひ誰かチャレンジしてみてください。めっちゃでかいおるよね。おる、めっちゃおる。多分結構ちっちゃい方ですよね、これ。これね、金魚ですね。金魚、鯉ですら、ね、鯉です。金魚にしてはデカすぎる。金魚にしては悔しいけど、まあまあこんな感じで体験ができるよ。まあ面白いっすよ、なんか久々に釣りした楽しい。いや楽しそう。まあぜひねやってみてください。はい、今度はこちらでガチのやつお願いします。すっごお願いします。いらっしゃいませ。こっちはどういったあれなんですか。あの琵琶湖のバスフィッシングに、はい、まあ、ちょっとあの特化した専門店みたいなツアーショップですね。特化した琵琶湖ってなんかイメージ、うん、その普通のダムとか、うん、川とかとなんか違うイメージなんです、釣り方が。レンジがなんかすごいあるイメージで。琵琶湖一番深いところ100メートル以上ある。海すごいすごいですね。そこを探すのって並大抵じゃないですか。まあ、あの広いんでね、どうしてもこう魚探すのが難しいのは難しいですよね。けどそれが楽しい。あです。え、でもボートとかって体験とかってできるんですか。レンタルボートされてるとこもたくさんありますし、あのガイドさんとかもたくさんやりますよ。ガイドさんいたらいいね。いいですね、安心っす。魚がおるとことかも結構もう分かってるような。最近ね、あのすごいんですよ、魚探とか釣りのものがすごくて。すげえ。これルアー投げるでしょ。はいはい。あの魚探の画面にルアーが映ってるんです。それに魚がピューってくるのとかも、これすげえ最先端のものぐらい。すげえ。もうゲームに近い感じで。ええー。持ってきた持ってきたとかも魚探の画面で分かった。体験したことない。もうあのガイドのガイドさんで、岸から楽しんではる人は普通にこう、あそこいそうやな、そこ投げてどうかなって。でかいですからね、琵琶湖の魚は。世界記録は琵琶湖で上がってるんで、ね、長さが73センチぐらいなんですけど、重さが10キロ超えてて。重さなんですか。10キロダンベル5キロに超えます。米あのあーまあそめっちゃ重いわ。口どんなになったんですか。でも拳に、まあ、意外と口はでもね、うん、拳、まあ、2つ入るかなみたいな感じですけど。怖、逆に怖いわ、そんなん釣れた。え、それが結構もう前、10年ぐらい前です。そっからもう記録は、え、その記録自体がもう何十年もずっと破られてない記録、世界で破られてるのが、あの破られたっていう。大学役だったんで。いや、すごいわ。そうだから、あのバスフィッシング大好きな人は、はい、あの全国から、まあ、海外からギャルでもやりますけど、うん、夢をちょっと琵琶湖に夢を54センチ喜んでた俺。めっちゃすごい。めっちゃ大事。もうあの54センチはすごい、一匹の価値が。実際大きいですよね、50アップって。もあ、そうなんですか。でかいでかいでかい。なんかやっぱ目標が50アップって言われますよね。で40とかも結構まあ引きとかもあるって楽しいけど、まあ目標は50アップ。70です。ここ70ちょっと規格外ね。すごいっす。あ、もちろんフィールドによってそのマックスのサイズって違ってくるんで、池で釣るとか、はいはいはい、関東とかで釣る40センチとか45センチとかって、もう琵琶湖で言ったら50センチとか55センチくらいの価値がある一本、はいはい、なので琵琶湖は世界的な、ね、やっぱ世界で有名なんだ。釣ったとこ黒瀬ダムっていうのは本当にもうちっちゃ
本当にちっちゃいようなところで。前だと琵琶湖でも50アップって言ったら、よっしゃ、あれですよ。やっぱもう、まあ、嬉しいですよね、シンプルに。難しい、難しいですよね。琵琶湖もなんかバスいっぱいおるって言われるんですけど、釣れない人は多分釣れないですもんね。全然、うん、1日あってゼロとかで普通になります。絶対僕そうです、自信ないっす。50とかでも引きとかって結構あるんですか？めっちゃある。そうなんですか。なんか、根がかりってわかる？全然わかんないですけど、ね、僕やったことないです。地球を釣る、あーはいはい、あーはいはいはい、あの感覚だったっす、僕最初。あれみたいな、寝がかっとんのかなって。はい。そしたらなんかめっちゃ急に引き出して、やばいやばいやばいみたいな。うまい、疲れる。それがもう50とかでもだいぶやばいでしょ。やばい。70ってやばいでしょ。マジでやばい。シーバスよ、70なんかも。やばい。でかい。すげえ。すごい重さがやっぱりすごいですよ。70センチでも10キロある魚って。10キロってやばいっすね。60センチで4キロでもだいぶすごいですけど、ね。じゃあ70で10キロは異常です。見てみたいけどね。いっぱいです。かっこいい。これもオリジナル。あ、これはねメーカーさん、リアルティさんっていう滋賀県のメーカーさん、人気あるメーカーさんの竿を展示してます。ヒバヒです。これはどういった、これすごく人気やから大変です。すげえ、かっけえ、かっこいい。なんかバス釣りってなんかね、集めるだけ、なんか買って満足することが結構あったよ俺、はい、例えばこういうワームとかめっちゃ買うじゃん、釣り行く前に、うんうん、これで満足することとかめっちゃあったよ。どういうこと？なんか買ってめっちゃ満足するみたいな。あ、もういっぱいまたワーム手に入ったみたいな。あ、もうなんかコレクションとかにすることもあるんですよ。そんなことはない。コレクションなんか買って満足する。あ、でもなんかこういうのは結構コレクションにしたり、大きい剣を、あ、結構なんかコラボとか、なんかなんか結構人気なのって手に入りにくいものもあるじゃないですか。なんかそういうのは結構なんか飾ったりするイメージですね。集めるの好きですからね。何かしら収集ね、収集癖あるっすよね。スニーカーやったり、はいはい、ああ、スニーカーもそんな絶対履かへんやんって言ってもいっぱいね、集めて買ったりとか。その感覚なんだ。その感覚、コンファーム持っとるやろぐらいの感じも。ああ、そういうことか。そうそうそう、買っちゃうんすよ。こんなんとかもなってもテンション上がるもん。だって色で同じのを 何個も持ったりとかするけんね。綺麗か, かわいいっすね。ちょっと僕はもうこれ以上語らないっすけど、なんかボロ出るんで語らないっすけど、ほんと色によってね、こう同じものを買ったりね、うん、これとかもビッグベイトの多分これ絶対やばいやつ。でかいっすね、めっちゃでかいですね。めちゃくちゃでかいっすね。すげえ。僕イオケンさん好きだったんすよね。イオケンさん好きでわざわざ釣りのトークイベント行きましたもん。僕そんぐらいなんかハマってましたね当時。デプスとかすごいっすね。めちゃくちゃあるっすね。すげえ。うわっ、待って、俺スピナベめっちゃ好きなんや。何何何、スピナベ、スピナベイト。じゃあ分からん分からん分からん。これなんすか、スピナベのイカみたいっすね。イカ、キラキラして動いて、小魚のように動きで、あーそういうこと、ね、これで来るけん、うまい人が。俺は結構苦手やったけど、リアル感全然違うっすよ。でもあの向こうの、あーあれ、あーめちゃくちゃでかい魚はちょっとわかるっすけど、いやでも釣れるんや。すごい、腕次第。メーカーさんたちが本気出して作ってるけど、すごいんや。70ってだけ、これ73やけ。うわ、でけ。あ、そう見たらでかいっすね、めっちゃ。こんなで10キロ、こんなんよ、マグロ。すげえ、釣ってみてよ、俺。まあ、ぜひね、なんかもう結構なんかすごいあるしね。うわ、かっけえ。これはもう、あれやね、完全に。ちょっと
これちょっと家に置きたいですね。これすごいね。これめっちゃかっこいいやん、これ。見て見て見て。バス。怖いな。怖いっす。これで62センチ。え、これで？それで62。これで62？ 77、どうした？ 73 か。62っすか？はい、これ62。めっちゃでかい。でかいっすよ。どうした？これで62。これね、実際やったら。ちょっと。怖い、怖いっすわ。バス怖くなってくるね、こんな見たら。うわ、でかでかでか。実際これ軽いですけど、フィギュアなんで。でかっ。うわ、でかっ。これが62センチ。62センチで、世界記録が、これ本当やったら4キロぐらい。4キロぐらい。あ、さすが持ち方慣れてる。え、なんですか、持ち方とかあるんですか。持ち方あるんですか。え、分からんわ。こうするん。あ、そうやってやるんだ。釣ったタックルとかもこうやって乗せるん。はぁ。で、こうやってしたりね。こうやって口こう。あ、本物は開くけん、こうやってガッチしたり。50はでも重くて無理ですよね。こう、こう。あ、そうやって見せるんだ。60センチで4キロぐらい。すごいっすね、70キロ。いいね、久々のこのポーズ。すごいな。いいな、釣りしたいわ。普通 に、うん、ありがとうございます。はい、すげえな、いろいろあるわ。楽しいですね、うん、まあ、初心者の方からベテランがこっちで購入して。いいね、やろうかな。やる、この際テンション上がるで。ほんま引くけんね、バス。やばいっすか、うん、スポーツのイメージです、僕は。そうですね。あ、全然素人でもいけますか。楽しますよね。いけます、いけますよね。難しいですけど。難しいのを楽しむって感じで。あー、なるほど。なんか投げれへんかったのが投げれるようになったり、こううまく動かせへんのがちょっと動かせるようになったりとか。確かにそういうのはちょっと楽しんでもらう感じで。バックラッシュせんかったとか、今日一日。え、なんすかそれ。バックラッシュ。バックラッシュ。あとね、もう、なーんってなる。もうそんな感じ、いいってなる。もうやだ。ラインがぐちゃぐちゃになるよ、絡まって。あ、それバックラッシュっていう。僕無理なんすよ。そうなったら、あーみたいな、こなげ出したくなるやつ。あー、なるほど。とかが、まあ減ってきたりしたら楽しいよね、やっぱ最初の頃は。狙ったところに、ね、届くとか。そう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 、ね、もうドンピシャで狙ったところで、しかもそれで釣れたらもう、あー、確かに。あー、完璧です。こういった琵琶湖とかね、めっちゃいいよなって思う。また来てください。はい、ぜひぜひ、本当に。はい、もう釣りでぜひぜひ。なんか琵琶湖で釣るってやっぱ有名なんで、また来ます。フィッシュ、お店の名前はフィッシュタックルソップです。フィッシュタックルソップです。え、休みとかは？休み、月火が休み。月火が休みなんで、はい、それ以外に来てもらえれば教えてくれると思って。お待ちしております。ぜひ来てみてください。釣り体験もできるんでね。コイ。一番でかい。まあ俺金魚だったけどね。コイですよ、なかったけど、金魚だったけど。まあぜひね、皆さん。まあ明日、明後日はイベントがあって、まあ、そちらもね、たくさん来ていただければ嬉しい限りです。明日は空いてるんですか。明日空いてます。はい、ぜひ、はい、ここで僕とバス釣りの話しましょう。思い出をいろいろあるんでね、バス釣りやってた、本当に死にそうになったこととか、長靴でね、沼に埋まって出れんくなって、人が帰ってるのを助けてもらえずとか、いろいろあるんで。そんなことあるんですか。あるあるある。もう死ぬかも思った。そんなもあるんで、ぜひね、明日いろいろ話せれば嬉しいです。明日他のメンバーも来るんで、はい、ぜひお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしてます。日も沈みかけてきまして、準備の方も着々と進んでおりますと。はい、今ご覧の通り、明日に向けて皆さん準備をしております。僕たちも明日寝坊しないようにしっかりと帰って疲れを癒して明日に臨みましょう。はい、それでは本日もありがとうございました。
僕らのブースができました。エンディング後今回お借りしてるんでありがたい。完璧、オッケー。反対側も、はい、これこれこれ、おー、オッケー、すごい、全体がこんな感じで僕らはここになります。まあ分かると思う。バイクが多分真ん中に来るんかな、真ん中に並べるような感じになるんで楽しみですね。職人みたいですね。これ斜めにした方がいいんよ。あ、そうなんですか。理由は真上に打ったら風でスポッと一緒に抜けるけん、斜めに打った方が抜けにくい。すげえ。これはキャンプの時に教えてもらった。めっちゃプラになってきたっすね。6時過ぎてますからね。ちょっと涼しいっすね。涼しい、全然広島よりは。うん、多分ね琵琶湖が近くにあるけんじゃない。うん、風が涼しい、気持ちいい。マジで走りやすそう今、うん、っていう感じで、はい、めっちゃ広いっすね。広い、すごい、めっちゃ広い。なんかあそこバーベキューみたいなのもなんかできるらしい。すごい、絶対気持ちいいよね。ライジング入場曲みたいなの流れてる。なんかちょっと全然全然ほんま多分最高よね、涼しいしっていう感じで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。